4つの EF ハンドモチーフを持つカルモジュリン。カルシウムイオンは青で、アルファーヘリックスはオレンジで、ベータシートは緑で色付けしてある。EF ハンドはタンパク質の二次構造のモチーフの一つである。互いにおよそ垂直になっている2つのアルファーヘリックスからなり、しばしばカルシウムイオンを結合した12アミノ酸残基程度の短いリンカーループでつながっている。 名前は3つの EF ハンドモチーフを持ち、カルシウム結合活性により、筋肉の主観に関わっていると見られるパルブアルブミンの古い名前に由来する。EF ハンドはシグナル伝達タンパク質のカルモジュリミや筋肉に含まれるトロポニン C でも見られる。カルシウムイオンはタンパク質の主差にも、アスパラギン酸やグルタミン酸など抗生アミノ酸の即差にも結合する。 EF ハンドモチーフは配列の条件が初めて詳細に分析された構造モチーフとなった。ループ部分のご残機がカルシウムと結合し、ここにはアスパラギン酸やグルタミン酸などの酸性アミノ酸が非常に現れやすい。ループ中の6番目の残機は主刷の立体配置からの陽性でグリシンでなければならない。残りの残機は素水性アミノ酸であることが多く、 素水効果で2つのヘリックスを強固に結びつけている。アルファーヘリックスのこれ以外のカルシウム結合モチーフとしてはドッケリンドメインが知られている。カルシウムバインディング EF ハンドドメインありがとうございます。